感謝せよ野蛮種族ども。貴様らを我々もったいぶって喋ってはいるが、要するに人間どもがエルフの秘宝とやらを狙って争いを仕掛けてきそうなので、相応の報酬をやるので手を貸せということらしい。この村の数ヶ月分の食料とは破格の条件じゃぞ。そうだな。では決まりだな。お断りします。え？そっちの事情なんか知らん。他人に頼み事をするならせめて誠意を見せろ。貴様、うん、よし、このまま首をちぎり飛ばされたくなければその辺に隠れてる護衛に弓を下げさせろ。つい構えを解け。今回のお願いは気が乗らないから却下するな。俺もこの森の住人だ。人間どもが荒らしに来るなら協力するのもやぶさかじゃないが。テンペッシュ、原理は不明だが、このガルズイグルベイで刺したものから半径100メートル以内なら際限なく主槍を出現させることができる。俺の血で作った文体を裏地に染み込ませたお出かけ用の服をゴブミちゃんたちに制作してみた。これなら緊急時に発信機っぽい役割を果たしてくれるだろう。悪い予感が的中したな。しょっこりもなくまた来やがったか。よし、全員また来ちゃったかな。貴様の先日の蛮行で私の誇りは汚された。身分をわきまえぬ その振る舞いは罰に値する。申し訳ない、我々は引き止めたのですが聞く耳を持ってもらえず。ふん、じゃあこうしよう。まずそこのバカリーダーは死んだと思え。それ以外はうちの奴らと模擬戦をして勝った者は殺さないと約束しよう。行きたければ戦って勝てよエルフども。結論から先に言うと、参加した23名のエルフのうち6名が敗北した。ちなみに負けた6名は全員男である。美女を殺すのは嫌だったので対戦カードを調整したのは内緒だけどね。ごちそうさまでした。休日の心得、ストーキング、ハイディング。じゃあ勝ち組諸君、武装もマジックアイテムも差し出して捕虜になってもらうからな。そんな、勝てば解放してもらえるんじゃ。あのな、こっちの命を取りに来てたのにそんな都合のいいことを言うなよ。ふう、エルフはべっぴんさんが多いからの今夜が楽しみじゃ。勝手に手つけちゃダメよ。めえ、この村の頭おめえだ。言う通りにするで、若いもんにきちんと手本見せてやらんとの。ご無事けど、たまには一発やらせてくれんかの。たまりすぎてもう破裂しそうなんじゃ。まあほどほどにな。でお前の処刑方法についてだが。やめろ、やめてください。 お願いです。